皆さんこんばんは、ちひろでございます。今日もね、エルダースクロールズオンライン、グレイムウアの続きの方を、やっていこうと思います。今日ちょっとね、生放送じゃなくて、動画で、皆さんに、続きをね、まあ、ご紹介する形になりましたけども、ちょっとね、まあ、なんだろう、仕事がちょっと遅くなってしまったんで、まあ、深夜だということもありまして、ここで生放送やってもなというのがあるんでね、あの生放送でやるのと、まあ、動画撮ってね、動画であのお届けするとでは、あのちょっと画質とかだいぶちょっと違ったりするもんですから、まあ、動画撮って送った方があの綺麗なね、まあ、画質でね、皆さんにね、あのこのグレイムーアを、まあ、ご紹介できるかなと思ったんで、まあ、時間的にちょっと動画を撮っていこうという形にいたしました。というわけで、じゃあ早速、続きの方やっていきましょうね。ブラックリーチで儀式の血を探すみたいな話でしたね。うん、まあ、早速行きましょうか。ちょっとね、もうどうなんだろう、話的には佳境なのかね。うん、全然まだよくわからないけど、どれくらいのボリュームなのか、まあね、あのなんだろう、拡張バックってまあね、エルスウェアもそうでしたけども、まあ、前編後編みたいな感じで、まあ、途中でまあアップデート、大型のアップデートが入って、まあね、メインストーリーの続きがね、うん、っていう形だったんで、今までも、うん、今までもっていうか、そんなことないか、エルスウェアだけだったかな、あの前後半みたいな感じだから、ね、北エルスウェアから、ね、次南エルスウェアみたいになったでしょ。だからなんか別にね、いやでもね、私的にはこうね、このこうね、ドーンガード、ドーンガードじゃない、ドーンガードっていうのはあの対ヴァンパイアの組織だね、ドーンスター、ね、そしてこの辺りかな、この辺りホワイトラン、で、まあ、ファルクリース。まあ、ファルクリースは、ね、なんだ、グループダンジョンで、ご覧の通り、ダンジョンファルクリース要塞と、まあ、あるんで、まあ、ファルクリースが実装されるってなってくると、このダンジョンがどうなってくるのかっていうのがあるんでね、うん、まあ、スカイリム全域が広がるみたいなことはないとは思う。あと、マルカルスもこっちにあったね、南側にね、うん、西スカイリムの。そして、まあ、ウィンターホールド大学に当たる場所って多分ここなんだと思うんだけど、なんかね、まあ多分ね、1000年後なんで、エルダースクロールズ5スカイリムの世界っていうのはね、うん、まあなので、今の地形とちょっと結構違う、うん、あ、ちょっとごめんなさい。違う違う。感じなんですよ。ブラックリッチ。ブラックリーチに行きたいんです。ブラックリーチに飛べないんだよな、もちろん。あ、いけた。マウスだったらいけた。これか。ここに、ここだよね。この、あ、このリフトに乗っていくな。その前にあれだな、あ、ちょっとさ、今更なんだけど、急に、急に今思い立ったんだけど、今日ちょっとこれやりませんか。まあ、ちょっと、スカイリムの、これね、ラビリンシアン。ここをちょっと行きましょうよ。行く行ってて、全然行ってないから。まあ、何かっていうと、パブリックダンジョンという、ちょっとね、グループダンジョンよりは難易度低くて、まあソロでね、一人でも行けますし、とはいえソロダンジョンよりはちょっと難易度高めの、まあだからなんだろうな、ソロダンジョンの上位版みたいな感じですかね。まあちょっとスカイシャードとかも欲しいんで、取れてないスカイシャード、まあ大体はこれダンジョンのスカイシャードじゃねえな。まあでもそれだけか。もう上は、ここと、あとラビリンシアンに眠っているスカイシャードだね。うん、よし、じゃあ行きましょうか。
モーサル。いや、ちょっと楽しみですね。何なんだ。まあこれぐらい、これだけね、まあね、エルダースクロールズ5の世界は、まあほぼほぼ忠実に、まあもちろんあのね、オンラインのコスト的にまあね、間引くところはあっただろうけども、まああのゲームやってた人は、あ、ここはってにんまりするような 場面というか、ね、場所というか、まあ、たくさんありますね。この中もきっと当時のあの感じをもう残しているんではないかと。有機対地で今だいぶ膨らんでおります。ちょっと待って、こういうの大事なんです。食事食べよう。はい、でまあパブリックダンジョンですから、まあボスがね、あの中ボス的な、まあ、中ボスっていうのもおかしいんですけど、まあボスに相当するね、あの強さの、まあ、敵がね、まあ、各地に、まあ、点在していて、まあ、それを倒すとこのね、あの西スカイリムのエリアで、うん、まあ、手に入るドロップセット、ドロップでしか取れない旅の方、道に迷われたのですか。いや違うんですよ、ここに来たんです。まあ、ドロップでしか手に入らないセット装備、うん、っていうものの、うん、なんだろう、アクセサリー以外は確かここで手に入る、うん、なんかで確か種類があったな、うん、もし私を襲うつもりでしたら、あ、かわいい、残念ですが、めぼしいものはありませんよ。左方にすごい祖父のケルドニルを探しに来ただけなのでなんかあれだね、ノルドらしくない、ちょっと落ち着いた魔術師だしね、まず珍しいよね、ノルドの魔術師も。祖父が行方不明になっているの。ええ、祖父は年に 1,2 回あの遺跡を訪れていました。学術的な巡礼などと言っておりましたが、数日滞在し疲れてはいても満足した様子でした、うん、ですが今回もう3週間も戻っていないのです。3週間も戻ってこなかったらもう、まあいいか。その遺跡は何が特別なんだ。第一期からある古代都市の遺跡で、ラビリンシアンと呼ばれています、うん、祖父が何に興味を持っていたのかは知りませんが、中から奇妙な音が聞こえてくるのです。奇妙な音。ところであなたは頼りになりそうに見えます。唐突で恐縮ですが、祖父の捜索を手伝ってくださいませんか。ああ、祖父の捜索を手伝おう。毎回頼りにされるな。同行に感謝を。祖父の捜索中そばにいていただけたら安心です。あなたの準備ができましたら中へ参りましょう、うん、行く前に聞きたいことがある。協力していただくのですから当然のこと、何でもお聞きください。あれは興味深かったってなんだろう。なんかわからないけど、あれは興味深かった。魔術師かなんかなのか。いいえ、私はカイネの女司祭、魔術師ではありません。ちょっとした魔法で姿を変えられる程度です。でもこれはどうか内密に。なんかあるのかな。最近はフクロウがお気に入りなのです。飛ぶ姿がとても美しいから。カイネの女司祭は動物に姿を取れるのか。いいえ、教団のものの多くは眉を潜めるでしょうね。ノルドは基本的に魔法を好みませんから。イルシルドじゃん。ですが空を飛ぶとカイネと強い結びつきを感じるのです。風が羽をそよがせるあの感覚、まるでカイネと一緒に踊っているようです。カイネはフクロウと関係があるの。違います。フクロウの姿を取るのはルーンの神ジュナール。ですが私がどのような姿でもカイネは何も気にされないでしょう。鷹であれフクロウであれ、私が心を捧げていることは伝わっているでしょうから、うん、話題を変えよう。祖父について話してほしい。祖父はケルドニルはとても優しく紳士でした。幼い頃に両親を失った私を聖堂に導き共に暮らしてくださった。世界の美しさやカイネの偉大さ、さまざまなことを教えていただきました。心から敬愛する方です、うん、彼はまだ生きてると思う。わかりません。そう信じたいのですが、祖父はもう83歳。83って。ここ数ヶ月で体は衰えましたし、
私は別れが近いことを覚悟し始めていました。ですがこんなところでお別れするとは思いませんでした。もうでも諦めちゃってる感じだね。83でこんなところにこの寒い、ね、寒空の中3週間はしんどいよ。ラブリンシアン、以前は琉球団の本拠地だったと考えられるラブリンシアンとその聖堂の遺跡はハイアルマーチ東の丘に位置している。長く放棄されていたが地元の人々は今でも近づきたがらない。あれかね、あの仮面の仮面なんだったっけな、名前モロケイ、モロケイだよね。あれが手に入るんだよね確かね、奥でね。でそれをちょっと待って今のところまだ分かんない。でもなんか雰囲気はあの当時のままな気がするな。なんかね仮面をさ収めるところあったよね、仮面を収めるところ。これじゃないかな、行ってみましょうか。あ、なんか知らんけどやりくれた、ありがとう、ありがとう。な、ちょっと待って、こういうところに宝箱とかあったりするんじゃないですか。宝箱が出てきそうなところにあのマークつけてくれるみたいな、一応そういうアドオンは入れてるんです。一刀両断だお前らなんて。うわちょっと待って、あ宝箱あるなそこに。ちょっと待って、まず一撃を食らわしてから。よっしゃ、そんな大した敵じゃねえ。ボスじゃねえんだなこれ。あ、宝箱中級。宝箱からしか手に入らない部位があったりもしますので、ね、武器とかが確か宝箱からだったりもしますな、うん、あ毒の両手を、毒の両手をの毒のシリーズ確かこれなかなか使えるみたいな話じゃなかったかな。ちょっと待って、敵があの湧かない安全なとこで見よう。ここ絶対湧くから、さっき倒したし。この辺りでちょっと見ようか。毒の探検、これもそうだね。2セットで武器クリティカル、3セットでもう1個クリティカル、で4セットで武器ダメージ上がる。で5セット揃えるとクリティカルダメージを与えると敵にカリドルの毒を10秒の間与え、標的と周囲の敵に2869毒ダメージを1秒間。これ結構なもんだね、1秒間で10秒だから2万8000ぐらい合計で与えるぞと。なるほどなるほど、まあ、15秒ごとに1回だからな。まあでも全然使えるセットだよね。まあ、スタミナのリソースとかのね、プラスがないから、そこはちょっとうまくやらないとだけど。さてと。とにかく、表にいるまずボス、ね、この、まあ、ボスがいるところをマークしてくれるみたいなアドオンなんですけど、まあ、ここをよ、ここにスカイシャドウ寄ってから、ちょっとボスの場所ちょっと行ってみましょうか。ラビニシアの入り口ってほら、あれだよね。あれですよ。ラビリンシアンに入ってくるクエストって確かウィンターホールド大学のクエストだよね。なんだっけ、マグナスの杖を手に入れてくるみたいなのがここだったっけ。敵いるのかな、いな、っていうか宝箱あるぞ。ここいける、宝箱めっちゃあるな。はいはい、
はい、まあ簡単。あ、ほらこれだよ。ここにね、まあ形はちょっと違うけど、ここにね、マスクをね、どんどん揃えていくのね。で、全部揃うと性能、その、なんだろう、そのマスクの特性を全部、なんだろう、全部集めたような性能のマスクが1個もらえる。あ、ちょっと待って、なんかあるよ。あ、ちょっと待って待って、どこにあるの。ナイトストーカー、太鼓だね。この多分箱の中に入ってたんだね、きっとね。座れない。で、スカイシャドウは、なんかすごい鳴き声聞こえるけど、スカイシャドウ、あ、ここだった。うん、よし。あとグループダンジョンですから、グループイベントみたいな、それでも確かスキルが1ポイントもらえたね。宝箱出るところを見ていこうか。ない。からも入れる。なんだろう。あれだな。トゥルにいる。まず一発決めてやろう。殺してやる。殺さないで。やばい、あ、やばい、体力。うん、ちょっと、あ、これ継続のやつだ。いけるだろ、いけるだろ。よいしょ。だ、強えな。強えな。よし、まずは一人目。冬の猶予の戦痕。これは痕跡、痕跡取れはしない、うん、取れはしませんでした。で、ケルドニールを探す。中なのかな。あ、これだ。あ、入り口じゃん。ちょっとだいぶ遠くまで来ちゃったな。どうしようかね、ボス。そうね、南東のボス倒してから戻りましょうか、一回。ここから出てきたのかな。あれ、ちょっと、あれじゃないの。ドーンガードで、鎧着せられたトロールだね。この時代からあんな感じで鎧着せられてたんだね。あ、道が違う、こっちだ。この先ね。あー、はい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 、ブラックモア。強えな、なんか知らんけど。やばい。これ、あ、避けらんかった。あ、強いぞ、強いぞ。冬の猶予はいらねえんだけどな。ちょっと待って、とりあえず見てみようか、性能的に。
冬の夜、これマジカ再生、最大マジカ、最大マジカ、地面の影響するアビリティを使うと癒す氷の魔を10秒の間生み出す。あ、悪くねえんだな。自身の輪の中の味方は体力を2221、1秒ごとに回復する。これいいね。これもでも10秒ごとだから、あれだね、あの地面に影響するアビリティを使い続けていれば、うん、効果はずっと持続させることはできるね。これね、これいいな、ヒーラーにいいな。あんまり氷系のヒール魔法ってな、ヒール魔法じゃない、ヒールのね、うん、性質持つ特性ってなかなかないはずなんで、だいたい効率な動きを止めるもの、うん、あ、宝箱あるじゃん。これ新しく見つけると追加されるの、まあね、よし、じゃあゲルドニルに会いに行こうか。この中にある、あ、これ登れる？これなんだ？本か。ダメだ、もうプレイヤーさん多分行ったから宝箱あったとしても取られているはず。一応見ていこうかね。どんなところなの？本棚は？大体はここに、ね、何かしらあるもんだけど。多分取られちゃってるだろうね、さっきの人。ウォークの棚ロング。どれだろう。あ、あれ、あの中だ。なるほど。よし。おじい様。え、そんな。あ、ダメだったみたい。これがおじい様なの。ちょっといるシルト。ごめんなさい、覚悟していたつもりでしたが、うん、少しだけ時間をください。そうね、モロケの危険。あ、モロケ、ほら出てきた、モロケの危険。ドラゴンプリスターノルド氏の暗黒時代、誇り高き民が強大なドラゴンの前に、萎縮しひざまずいた時代を体現し、彼らはドラゴンの栄光のおこぼれに預かるため、同胞を破滅させて苦境に追いやった。スカイリム中がそれを知り、ドラゴンプリストの多くが古代の戦争の末に埋葬された。埋葬されたが、彼らが安らかに眠ることはなかった。多くが死んだままではいなかったのだ。その中にモロケイがいた。モロケイは生前ラビリンシアンと呼ばれる遺跡に住んでいた。さらにその昔はブロムジュナールと呼ばれた場所で、ドラゴンプリストの力の中心だった。モロケイが倒されると、彼がドラゴンから与えられていた力の全てが明らかになった。彼はドラゴンの声に救われ、殺すことができなかったのだ。私とカイネの司祭は4つの聖なる炎を使って、この眠らないプリストを墓に閉じ込めた。炎を絶やさぬことにより、我々は防護の魔法で墓を封じた。これは我々の秘密で神聖な目的だった。もしモロカイの力を求める愚かな者がこの場所に侵入して封印を破った場合、スカイリムに対するドラゴンプリストの復讐は素早く恐ろしいものになるだろう。だが私も年老いて心臓や骨から活力が失われていった。いつか近いうちに孫娘のイルシルドにこの使命を引き継いでほしいと頼まなければならない。彼女はカイネに忠実で、この秘密の責務を切迫した重要性を理解するだろう、ということだ。そうだぞ、イルシルド。ああ、おじい様、もっと早く私がここへ来ていれば。カイネが彼の魂をソブンガルデへ送りますように、
何か見つかりましたか？祖父は一体ここで何を？祖父のメモによればこれは何かの聖なる任務のようだよ。どういうことです？そのようなこと一度も言ってはくれませんでした。カイネの贈り物にかけて、もし私か聖堂の誰かが知っていれば手伝っていたでしょうに。そのモロケは危険そうだな。とてつもなく危険ですね。どう対処する？そして祖父が倒れたということは、封印はもう守られていないということでしょう。おじいさんは誰かに殺されたと。こうしている間にも誰かがモロケを解放しようとしているかもしれません。手伝っていただけますか？もちろん。結界の炎を探し、すべてに火を灯しましょう。一緒の結界の炎を探そう。新しい務めを引き受けてくれたことに感謝を。危険な状況だと分かっていたら司祭をもっと連れてこられたのですが。急ぎ、かがり火を探しましょう。この遺跡の諸所にあるはずです。務まりそうか、この任務。最愛の人を失ったばかりだというのに、スカイリムの運命を背負わされるなんて。確かに。ごめんなさい、少々動転しました。いいんだよ、動転しなさい。祖父を悼むのは後にしましょう。今はとにかく祖父がやり残した任務をやり遂げなければ、ちょっと飲むヨーグルトを飲ませてくれ。よし、行こう。で、あるね、3箇所、近いところだと。あ、でもこれ多分ここ入り口なんだよね、ラビリンシアンの。まあ、入れるのかどうか分かんないけど、まあでもさっきあったか、入り口。ちょっと、遠いところから行こう。で、あそこに戻ってこよう。あ、でもこの上にあるな、めんどくせえな、トロール。ね、みんな片子にしろ。よし、いい子だ。あ、なんかあるよ。誰かここにいましたね。え、誰かここにいたの？どうしてわかる？モロケの力。求めていた力に近づいた。ノルドと彼らの味気ない今いそう場所は、死者をあらゆる剣を持った愚か者の略奪と窃盗のために放置している。この子たちに散在している墓に数百年経って何か価値のあるものが残っていたら奇跡だ。しかしこれは希望と期待を大きく上回る。伝説のノルドのドラゴンプリストは信じがたい力を装着者に授ける仮面を持っていた。これだね、モロケの仮面。問題はもちろん仮面を持ち主から切り離すことだ。この特別な遺跡にいる司祭はモロケというようだ。モロケというようだが、彼は守護の結界によって安らがぬ眠りの中に封じられている。ドラゴンプリスト本人を放り出す前にまず結界を突破しなくてはならなかった。この遺跡にいる、動きの鈍いアンデッドは結界の炎の存在がわからない様子だ。すなわち炎が影響を与えていないことを、示唆しているかな。とはいえ私はよくいるスケルトンでもなければ、ヨロヨロ歩く死体でもない。結界の炎の魔法を取り消すのはそこまで難しい仕事ではないだろう。適切な逆転の呪文を正確に唱えることができれば。ドラウグルが松明の、灯し方を学び始めてから初めてかがり火の中に入らない限り、私が仕事を終えるまでの間炎は消えたままだ。なるほど、これでもう大丈夫。新しい務めを引き受けてくれたことに感謝。ごめん、同じこと言ってた。何度も同じこと言わせてごめんな。あ、宝箱ある。このだからかがり火を全部消さないと、あのモロケを呼び出せないんであれば、まあとりあえず1個つけとけば安心っちゃ安心だね。はい、あれ、よし。あんまりいいの入ってないよね、簡単だ。ちょっと宝箱をめぐらせて。このさっきの、あ、これか、これだ。よかった、もう一回ボスと戦うみたいなことになる。意外とこのボス強いわ。
これよと、宝箱ありますもん。めっちゃあるじゃん宝。また火を消した後。まだなんかメモある。そんなことないね。簡単しかないな。よし。あれ、この中にオーク閉じ込められた。オークじゃねえ、トロール閉じ込められた。あ、このトロールはもうオブジェクトですね。あそこで閉じ込められているっていう設定で、入り口に向かえばいい。よし、いやなんかさ、いやあのね、もう行くとこ行くとこはあったなーっていうとこなのよ。こことかね、このなんかドラゴンの背骨みたいな感じの通路というか、まあ、大体外壁にあんな感じで、うん、連なっている鳥居みたいなやつ、うん、あんな感じのこうあったなーと思って、あとここね、うん、あの辺りの印象はないんだけど、あとこういうちっちゃいあのなんだろう建物というか鎌倉みたいなやつ、あれもあったなっていうのあるし、もうちょっと広かった気がするな。本物のラビリンシアン、本物の手が、これも本物の歌わ。まだ来た。よし、よし、これで OK だね。これを飛ばしたら OK。 これ松明じゃない。置物。あれかな、あれだな、やっぱそれはね、敵が守ってる。なんかヒルシールドもなんかやってくれてんのかな。なんもないね、うん、よし、つけよう。よし、祖父を殺した犯人がこの火を消したに違いありません。なるほど、ラビニシアンの内部に入る。火をもう一つ灯さなくては、遺跡のどこかにあるはずです。中にあるの。あこんな感じだった。なんかでもあったよね、入り方。あれかな、あのドラゴンの爪の鍵みたいなやつで開けるんだったかな。よいしょ、お前らもついた。ない。宝箱なさそうだね。行こう。さて、いよいよ中に入りますよ。ラビリンシアン。あ、ここは別に説明ないんだ。フジャルナム、あなたここで何を。フジャルナム、何があったのですか。フジャルナム、イルシルド、近くに来てくれ。もうあまり時間が。なんか言ってたな。ごめん。近くに来てくれ。もうあまり時間がないんだ。フジャルナムがやられてる。カイネの結界が破られた。モルケイの怒りがここから解き放たれれば、スカイリムは廃墟になってしまうだろう。頼む、どうかこれを止めてくれ。どうしたら止められる。モルケイの墓の中の結界の炎を再び灯すんだ。なるほど。いいか、灯したらすぐに墓を封印してくれ。油断するな、敵がいるはずだ。この計画はドラゴンプリースト一人のものでもあるまい。それでは誰がやった。資料術師だよ。今まで見たこともないほど強力だ。だがモロケイが墓から出てくれば、それほどの力があっても
太刀打ちするのは難しかろう。そしてドラゴンプリーストが修行術師を世界を飲み込んでしまうのだ。頼む、どうかこれを阻止してくれ。分かった、修行術師を阻止しよう。よし、絶対にモロケイを逃がさないでくれ。騒ぎが起こる前に阻止するんだ。私がもう少し強ければ。そして頼む、どうかイルシルドを守ってやってくれないか。旅の終わりを見届けられるように。あの子は未来そのものなんだ。頼んだぞ。分かった、彼女を守ろう。フジャルナムに安らかな眠りを。あなたと祖父の使命、私が受け継ぎます。だいぶ大事にされてるんだな、イルシルド。こんな入り口だったかな。なんかね、坂を下って、あ、これだね。でもなんかもうちょっと広い坂だった気がしたけども、あ、あれ、ここ道あったっけ。ここになんかね、あの入っていくところはあるんだけど、道だったかな。まあ、ちょっと行ってみようか。こっちだな。でも先、どっちでもいいかも。あ、でもこっちに行くから、まずこっちのボス見ていこうか。あ、こんな感じだったかな。あ、はい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 、そうね、うん。いやー、ちょっと確かに、あ、宝箱ある。確かマスターだよ。あっ、マスターのね、あの、ちょっと戻る一回。マスターの宝箱は難易度が高い。あ、聞けるのに。はい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 。よし、オッケー。いいもの入ってる。あ、いいね。冬の余裕のパンツ、紫。ブロックかー。やっぱりね、あの、ムンダスが、うん、一番いいです。なんだかんだ言ってね。なんかすごいところだよ。おお、ちょっとボンフレイヤー違うな、あれは空虚なガーネルド。なんかね、あの、ここだったかな、あのスカルドラゴンみたいなやつと戦うよね、確かね、うん、骨のドラゴンと。確かここだった気がするな。これどうしたらいいの？ガーネルドゼロなんだけど、体力値。おお。お、なんか来た。よいしょ。うろちょろして戦う人多いけど、お前らの敵ではない。果たして本当にそうかな。あ、来たぞ。だがそろそろ飽きてきた。痛い。なんか来るな。よし、すごい数来た。ちょっとこんなに来んの。
痛い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 。よっしゃ。ちょっとなんか難易度高くね。このあ、ラビリンシャンのグループイベント、ここがグループイベントだった。スキルもらえたのかな、もらえたのかな、これもらえたスキルポイントなのかな、これちょっとなんか振ろうか。怒涛、あ、ロースラッシュこうね、ねどうしようかな。本当アルティマの方がいいんだけど、ちょっとねやっぱりちょっとディープスラッシュにしとこう。ちょっとねあのガチめのタンクやらせるつもりないんで、ちょっと片手剣と盾でもそこそこの DPS が出るような、うん、まあセットを作っていきてえなと。まあだから言ってみたらあれよ、ちょっと防御力高めで戦いたい時の、うん、まあセットを作りたいだけで、盾をやらせ、タンクをやらせたいわけじゃないなと。あくまで DPS ですよ私のキャラ。うん、もう行こう。であそこからなんか通ってくんだよね、多分シャッター閉まってたと思うんだけど、あそこからね確かね入っていくはずだった。まとめて投げ払ってやる。こういうのは起きてこないかな、さすがに。なんかやってるな。ドラウグルとウィスプマザーの。ああ。苦しめられたグラル様がウィスプにされちゃった。ドラグルたちの魂があるのかどうかわからんけど、ウィスプにされちゃった。やるか、やらざるを得ない。よいしょ。よし、そんなに強くなかったね、こっちは。さっきのやつのが、さっきのやつはやっぱグループイベントのボスだったんだね。うん、宝箱とかないですか。あ、なんかこれ見覚えあるな、この棺桶の置かれ方。なんかこういう区画があって、あのウィスプマザーいっぱいいるみたいなの確かにあったわ。ただこんな普通のあの丸い広場じゃなかった。なんかちょっと川みたいのがあって、そこ行ったり来たり、あの階段登ったりしながら行くみたいな感じだったけど、そこまで再現はされてないのかな。でもなんかあのこんなあったなっていうのは確かにある。さすが起きてこないタイプのドラグルだね。これでもこういうところから湧き出てくるドラグルはいるよね。そしてどういうわけかそういうやつはあのダメージが通らねえ。いるな。あ、通る通る。よし、オッケー。よかった。バグなんだろうね、やっぱりね、あれもね。あ、これじゃないんですか。あ、敵がいる。デスロード。ドラグルデスロードにだいぶ悩まされてる。痛い痛い、強いね、強いしな、確かに。逆サイ
間違った。よし。で、これを灯したら聖なる炎。この日はまずい、遅すぎたかもしれない。どうしたの？何が青い炎なのまずいの？どういうことでしょう。すべての火を灯したというのに青く光って、これはドラウグルの心臓のよう、こんな風には見えないはずです。何か見逃しているのでしょうか。何か見逃している。他の炎を消した者が細工したのかもしれない。ではその者たちの目的は達成間近かもしれませんね。そうはさせてはなりません。そうだな。問題の根源、モロケイの墓へ向かいましょう。これを成した怪物がいるはずです。わかった、モロケイの墓を探そう。これで、ここでいいんだね。ごめんね、不謹慎だね、口笛吹いて。あの、陽気でいるっていう個性をつけてるんで、うちのバルバラちゃんは。とにかく楽観的な娘さんっていう設定なんだ。酒を飲んで、なんとかなるでしょっていう人。で、どうにもなんなかったらもうね、あの、力でねじ伏せるって。っていう人です。ノルドロらしい。よし。あ、デスロードやっぱ強いな。そういうところも忠実なの好きだ。あ、重い袋ありました。よし。こういうところにも何かあったりしないかい？ないかな。なんかこの景色見たことあるな。なんか覚えてる、ここ。ここでモロケと対決したね。つまり、ここで出てくるんじゃないの、モロケが。どうせ戦うんだろモロケと。でもモロケここで倒しちゃったらダメか。つながりがなくなっちゃうね。言うつけて。なんて。そうかそうか、狩猟術師を倒してモロケを封印するところだねきっとね。モロケ倒しちゃったらだって1000年後モロケいなくなっちゃうよ。そういうところあるな、このゲーム。あの時の、あ、ほら、いるよ、モロケが。モロケしかいない。あ、いる。あれだ。あいつ。間違った。ちょっと待って。まだ見つかってないはず。山本さんはもう飽き飽きだ。なんて？ドラゴンプリーストの力を奪うのを止めることはできん。あれ、ダメージ受けない。雑魚をやんなきゃ。よし。よくもクジャルナブとおじい様を。モロケ、モロケとやるの、もしかして。モロケ仮面かぶってるかどうかみたい。これですね、そうそうそう、この仮面だ。この仮面が欲しい。この仮面、あー、この仮面です。モロケだね、完全に。いやー、懐かしい。よし、千年のお別れだ。千年後お前を。よし、
ドラゴンボーンが倒しに来るであろう。出ましょう。出ましょう。ここに寝てたんだな。なんかない宝箱。宝箱欲しか、あ、こった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 。こっからしか確か武器が出ないから。どこの指輪？あったねー。なんかするよね、恒例松明なんかなんかを、うん、懐かしいですね。でここ上がった先になんかショートカットみたいなのがあったけど、あ、閉じられているここからね、あの出口に出るみたいなあったね、それね。逆サイド、あ、でも逆サイドが開いてるよ。あ、ラビリンシアも出る。あ、違うわ、これはあれだ、あの目標だ。ここを開けると、あ、ああそうかそうか、ここに出てくるのね。じゃあ残りのボスを倒しましょうか。ここも、こっからは、あ、3箇所入り口があるんだ。とりあえず行きますか。せっかくですからね、ボスを全部倒していくということしましょうよ確かにラビリンシアンだね、ここはね、間違いない。いいな開けた宝箱が復活してるみたいなのいいな。ここ開けたよね、違ったか、うん、何もない。次のエリアは、あ、まあ途中までは行ったか、さっき。誰か倒してくれてるね、これ。あ、この人です、ありがとう。でこれを今度は北に行きますよと。このボスは、あーなるほどな、多分あそこに、ここに鎮座していたんでしょうな。まあちょっと待ったら多分湧くでしょう。なるほどね。これなんか嫌な予感がするな、この棺の、空の棺。あ、ちょっと待って、反応しない。多分反応しない。こっからどんどんドラウグル湧いてくるみたいなことじゃないの、これ。ほら、ここに、ほら見て、ここにドラゴンの言葉が書かれていて、あのここで学ぶんだよね。バーンバーンバーン、懐かしいな。とりあえずちょっと次のボス行ってみましょうか。もう一回後でここよ。
棚。本棚に本がない。わ？これ何？こんなとこあった？表出たとこだね。スリーラーク。ブジャルにいる。ブジャルにいるってさっきのブジャル。さっきのブジャルにいるじゃなかったっけ？やばい。ブジャルニル倒さなきゃダメか。やばいやばいやばい、ちょっと待って、気絶した、危ない。それやめろそれやめろそれやめろ。なんか全然行動ができない。なんかやられてんのかな。死ぬがいい。あ、スタミナがない。よし。ああ、やばいんじゃない。それをやめてくれ。よし。倒した。倒した。倒したけど。あれ？さっきの氷の巨人から手に入れてんのかな、もしかしたら。こんな感じだね。あ、違う違う違う、宝箱出てる。ここから手に入れる。ここから手に入れました。なんかちょっと特殊。なんだろう。いやでもなんかここの記憶が全然ない。北行ったら出口だもんね。ちょっとボス、さっきのボス行こう。あ、いる。いるぞ。名前は？名を名乗れ。いいぞ。ノルトの戦士。うん、どこにいた？アンドゥムガル。こいつはあれだな、あの、ドラグルの親方みたいな。やばい。そんな技使う？あ、やっぱりほら、あの墓にドラグルが増えた。やっぱり来るんだ。なるほど。こいつを優先で倒した方がいい。どこ行った？何でもかる。痛い。倒しても死なへんな。倒したね。よし、ちょっと強くない？この辺りのなんだ。あー、ちょっと雲がでけえ雲いるな。あ、しかも宝箱があるんですかね。とりあえずボスは全部ダメ。簡単だな。
もうでもあれか、逆サイドのあっち側の出口から出ようか。これでラビリンシアンは攻略したのかな。ちょっと待って、あの実績でちょっと見てみようか、やり残してないか。なんかでも全部やったな。デスパンですね。ラビリンシアンを制覇してしまうみたいな。なんかプレイヤーさんいたな。ありがとう、助けてくれて。あ、鍵だ。上級、あ、こういう時に取られちゃうんだよね。開けれるのかい。開けれなかったら私がもらうぞ。あ、ダメだ、行かれちゃったいやー、ついてねえなー上級が欲しかったんだこれ。あ、これほら。でもこれ別になんかトリックがあるわけじゃないよね、これね。ただオブジェクトとしてあるだけだ。ラビリンシアンの征服者 R じゃない。ブラックモを倒す、トゥルニルを倒す、苦しめられたグランサグを倒す、アンドゥーガールを倒す、フジャルニル、うん、これは空気のガーネルトとアンデッドやドラゴルを倒す。あ、オッケーなんだね。じゃあスキルポイントもらえないんだ。よし、とりあえずこれでラビリンシアンはクリアだな。表に出たらクリアだ。あ、中級か。中級はでもまだ武器出る確率ある。私あのトルジャーハンターっていうパッシブアビリティがついてます、ね、よし、武器じゃないけど毒の兜。もいるな敵が。どっちかやらなきゃダメだ。よし、じゃあ出ますか、うん、いやーラビリンシアンでしたね、完全に。完全にってことはないか。あの懐かしいなって思わせるには十分なラビリンシアンでしたね。クリアしたらモロケの仮面とか、まあないか、あったらおかしいんだもんね俺がもうこの時代でモロケの仮面を手に入れてたらおかしいんだ。ドラゴンボーンが、千年後のドラゴンボーンが手に入れなきゃダメなやつだから。それはやり遂げましたね。やり遂げだな。祖父が言う巡礼とは封印を忘れずにいるための物語だったのですね。あの危険なモロケイを封じておくための、うん、もっと早く話してくれていれば力になれたのに、祖父もフジャルナムも救えたのにと思えてなりません。フジャルニルとフジャルナムなんだね。紛らわしい。これからどうするんだ、エルジルド。祖父の意思を受け
私はこの務めを引き継ぎます、うん、モロケイをこの墓から出してはなりませんから。そうだね。あなたの戦いからは大きなことを学びました。次はきっちり準備して臨みます。あなたの協力に心よりの感謝を。いいんだよ、スキルポイントもらえないんだ。なんか喋るかな。すべてを受け入れるまで時間がかかると思います。一度にいろいろなことがありましたから。はあ、疲れましたね。随分と年を取ったような気がします。まだまだ若いよ、イレシルド。このことを黙っていたことについておじいさん怒っているのか。いいえ、怒りたいのかもしれませんが今はそうなれません。まあね、怒れた方が楽なのでしょうね。きっと後から湧いてくるかもしれませんね。悲しみとは不思議なものです、うん、本当に。祖父ができるだけ長く私を守ろうとしていたのは分かっています。いつも私のために心を砕いていましたから。ここに残るのか。少しだけ一人で考えさせてください。大丈夫です、自力で無事に帰れますよ。カイネの加護がありますから。カイネの加護がいつもあなたとありますように。あの他にも。よし、じゃあどうしようかな。あ、優秀とか行くぞ。どこに旅に出るんだろうか。あら、あ、フクロウになって。そうかそうか。あーそうか、あの動物に姿を変えれるんだよね。いやー、ここまでにしときますか。うん、もう一個ね、確かパブリックダンジョンブラックリーチにあると思うんで、それはまたちょっと別の機会に出しましょう。よし、ちょっと短めですけれども今日はここまで、長時間のご視聴ありがとうございました、次回の放送もね、よろしければご視聴の方お願いいたしますというわけで、お疲れ様でした。ごきげんよう、さよなら。お疲れ様です。懐かしいなこの終わり方。Serpent lights the ancient sky of bread of tainted stars. Evil stirs and in its wake the souls of mortals sway. And so
Once more, these are days.